はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。皆さん ND フィルターって使ってますでしょうか？まあ、動画ね、撮影される方だったら、まあ普段からね ND フィルター屋外で使うときによく使うと思うんですけども、 ND フィルターって結構めんどくさいと思いませんか？僕もね、撮影しててやはりシャッタースピードを合わせたりとか露出のね調整をする上で、まあ必要不可欠なものになってくるんですけど、まあ、ND フィルターを使っててね、何が一番嫌かっていうと取り付けなんですよね。取り付けがものすごくめんどくさい。普通の ND フィルターですと、こうネジ式になっていて、レンズのねこの前玉の部分にこうネジでクリクリクリと付けなきゃいけないんですよ。でそれっていうのがすごく煩わしい。でそれを解決するために、まあ、フリップブラケットっていうようなね ND フィルターをつけておいて、こうパカンとね開けたり閉めたりすることができるものもあるんですけども、逆にそれはね、前が少し出てしまってレンズによっては、蹴られてしまったりっていうことがあるんですよね。でなおかつそれを使うと、まあ、フードがつけれなかったりレンズキャップがつけれなかったりっていうことで、結構ね煩わしさがあったりするんですよ。なんですけど今回ね、その煩わしさを解決してくれる ND フィルターご紹介していこうかなと思います。本日紹介していく ND フィルターがこちら、じゃじゃん、 K&F コンセプトさんのマグネットフィルターになります。はい、こちらの商品ね、 K&F コンセプトさんからご提供いただきました。ありがとうございます。K&F コンセプトさんね、いつもいろいろこう新しい商品だったりとかっていうのに、ね、ご提供いただいて、結構僕のね撮影ライフっていうのをねすごくサポートしてくれています。担当の方もすごくね僕に寄り添ってくれてるので、はい、僕も気になった部分とかっていうのを気兼ねなくね、ここもうちょっとこうしてほしいんですけどみたいなのをねお伝えすることもあったりするので、すごくね、素敵なメーカーさんだなっていうふうには実感してます。でそんな中ね、今回こういったマグネットフィルターっていうのを送っていただきました。じゃあ早速ね、このマグネットフィルター果たしてどれだけ使い勝手がいいのかっていうのを見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでこちらになります。こちらね3枚 ND フィルターあるんですけども、まず1つ目、ND8、 そして ND64、そして ND1000 ということでね、いきなり1000飛びましたけども、はい、この3枚をね見ていこうと思います。はい、じゃあ早速開けていきます。せーの、ドン。ということで、はい、中身こんな感じですね。まあケースがあって、まあケースが結構毎回ね形が変わりますね。今回はこうパチンと外して開けるタイプですね。で中見ていくと、これが ND8 のやつなんですけど、はい、こんな感じになってますね。これかっこよくないですか？実は今回の商品、なんとレンズキャップ付きなんですよ。でこれ取ってもらうと中に ND フィルターが付いてます。そして実はここにね、なんか二重になってるんですけど、これがなんと外れるんですね。これをレンズの前玉につけることによってマグネットとして使えるようになります。でこのつけたマグネットにペタッとね、はい、ND フィルター取り付けることが可能です。でなおかつこちらのレンズキャップの方もペタッとねマグネットでつけることができるんですよ。今までこのレンズフィルターのね取り付けすごくめんどくさかったのに、一瞬でつけることができます。でこれ下にやっても結構ねマグネット強いので落ちたりすることがありません。でこのレンズキャップもマグネットでつくので、これも落ちたりすることがありません。今まで ND フィルターのね傷とかを気にしていたんですけども、はい、これでここは解決ですね。取り付けに関してももう一瞬でつけることができます。今回僕82ミリの径のものをねご提供いただいております。他のものも82ミリですね。で他のものを開けていくと、まあ、同じような感じですね。こんな感じとこんな感じということで、外観はほぼ変わらないです。じゃあね、まず濃度の感じパッと見で見ていきましょうか。 ND8 の方、はい、こんな感じです。わかりますでしょうか？ちょっと下が透けるようなねぐらいの薄めの感じですね。こんな感じになっていますね。そして ND64 ですね。64の方もこんな感じ。もうここまで来るとカメラではねちょっと分かりにくいぐらい濃度が濃いですね。はい、次が ND1000 ですね。もう64であれぐらい濃かったので、1000になるともう全く見えませんね。なのでよっぽど明るいところで使ったりしないと、これの出番っていうのはそこまで、ね、ないかもしれないんですけども、今回はねこの3枚を、はい、屋外でね使ってどんな感じで使えるのかっていうのを見ていこうと思います。
あと 82mm の径をねご提供いただいてますんで、今回ねこのシグマの 24-70mm の 82mm の径のものに取り付けていきます。取り付けるとどんな感じかというと、マグネットのこのねフレームの部分は、まあ、通常通りこんな感じで、はいはい、こんな感じでネジネジしてもらって、はい、取り付けることが可能です。そうすればこのフィルターをパチンとつけるだけ、すごく便利ですよね。外す時も一瞬で、同じ K のものを使ってるので他の ND フィルター K さえ合えばこんな感じでねつくことが可能です。なので正直ねこのフレームは、まあ、1個で十分ですね。あの買うと全てそれぞれについてくるんですけども、1個買ってしまえばもう使い回しができるので、他のカメラの、ね、レンズとかにつけておいてもいいかもしれないですね。はい、こんな感じで64のもつきます。そして ND1000 のものもつきます。はい、こんな感じですごくね使い勝手いい感じになりましたよね。でキャップの方も今までねこれフードができなかったりとかレンズキャップがつかなかったりしてたんですけども、なんとマグネットでつけることが可能です。もう振っても落ちません。素晴らしいですね。はい、じゃあこんな感じで、この3枚、今回ねまたこの後屋外でね使っていってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでね外にやってきました。今ね、ND64 で撮影しています。で、まあ、本来だと、まあ、ND フィルターつけてね、撮影すると、まあ、交換するときネジネジ式なので取らないとねいけないんですよ。でそれにすごく時間がかかるんですけど、このマグネット式であればパッとね変えることができます。でちなみに今ね ND64 なんですけども F2.8 開放のシャッタースピード60分の1秒、 ISO がね100になっております。じゃこれで今64なので8に変えてみましょう。どれぐらい明るくなるか見てみます。変えるときもパッと変えるとこんな感じで、今ですと露出の方がだいぶオーバーですね。プラス2以上オーバーになってます。はい、こんな感じになります。なのでまあ今この状況でね使うんであれば64がやっぱ適切なのかなという感じですよね。じゃあ試しにね残りの ND1000 ですね、 ND1000 に変えていきます。1000なんて使ったことないからね。はい、これが ND1000 になります。いかがでしょうか。これ見えてるのかな、見えてないよね。はい、まあアンダー 2.0 ということでね全く見えておりません。なのでこの場合はもう ISO をね上げていくしかないですね。ちょっと ISO 上げていきます。はい、上げていくとどうでしょうか。640ですね。これでだいたいプラス、あいやフラットぐらいな感じですかね。はい、なのでND1000 使うときはねそれぐらい上げないと多分使えないです。なので太陽を撮ったりとかするとね、より分かるかもしれないんで一回太陽の方撮ってみましょうかね。はい、ということで今太陽の方に向かって撮影しております。実際ですともう目を開けてられないぐらい眩しいんですけども、 ND1000 をね使うと ISO640 で今ぐらいな感じで見えています。これをね絞っていくとどうでしょうか。太陽のね輪郭というか、これ ISO100 ですね。輪郭はねまだちょっとはっきり見えはしないんですけども、はい、いかがでしょうか。こんくらいまでね、明るい時間帯でも太陽を見ることができます。でこれでね、はい、F 値を思いっきり下げていきます。 F22 まで下げました。いかがでしょうか。これでちょっとはね、ちょっとは輪郭が見えるんじゃないでしょうか。ちなみにズームしてみましょう。今これ 24mm 撮ってます。これ 70mm にすると、はい、いかがでしょうか。こんな感じで撮ることができますね。はい、まあ、シャッタースピードの方もうちょっとね下げていけばまた違った感じで、前回撮ったね、月の映像のようにねこんな感じで撮ることができますね。ちょっと 70mm なんで足りないんですけど、はい、こういった感じで使うこともできます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと今僕からはねほとんど見えてないぐらいの距離にいるんですけども、まあ、ND の方もね、まあ、蹴られとかっていうのがまあなかったかなと思います。はい、
なのでしっかりとね決め打ちしたい時とかっていうのはこういったね、可変 ND とは違う、普通の ND フィルター使うっていうのもまあいいのかなと思います。そしてあの先ほど見てもらった映像も、ノーカットでね、フィルターをね交換する時の速さスムーズさっていうのもね感じてもらえたかなと思います。はい、ということでね、外での検証以上になります。はい、ということでいかがだったでしょうか。 ND フィルターこちらですね。これでかなりね運用がしやすくなったんじゃないかなと僕はねすごく感じてますね。やはり撮影をしていて一番ね、綺麗に撮るっていうのはもちろんなんですけども、綺麗に撮るためにいろんな機材を使うっていうところで、その準備っていうところがね意外にこの撮影者側からすると煩わしいことがすごく多いんですよ。でそれを簡略化したりよりしやすくすることで、撮影までのねこのモチベーションを下げずによりいい気分で撮影するってことができると思うので、僕はねこのプロダクトとしてはかなり良かったんじゃないかなと思います。で、今回ね強いて言えばという部分でお話ししていくと、この ND フィルター8と64と1000ということで固定のねフィルターなので、基本的にはムラの出ないフィルターにはなるんですけども、やはりねもっとこう活用していこうと思うと、特に僕なんかは屋外のいろんな場面でお仕事でね撮る場合があるので、 ND フィルターっていうのを結構頻繁に交換したり、濃度を変えたりっていうことがあるんですよね。そうすると使うのが、可変 ND フィルターになります。僕は普段から可変 ND フィルター使ってるんですけども、今回のこのマグネット式と可変 ND フィルターっていうのがねこう2つ組み合わせればかなり、僕のね理想に合ったものに近づくんじゃないかなと思っています。なのでぜひ K&F コンセプトさんね、今後新しい商品考えるとき、ND フィルター、可変 ND フィルターっていうのもねぜひ検討していただきたいなと思います。で僕がねこういう風に ND フィルターとか商品をね、ご紹介させていただくたんびにだんだんね新しくていいものっていうのをね作っていただけてるので、これからもねどんどんユーザーのね声っていうのを反映していただいて、より良いものっていうのを作っていただきたいなと思います。はい、ということで本日は K&F コンセプトさんのマグネット式 ND フィルター、こちらをねご紹介させていただきました。概要欄の方にリンクとあとねクーポンの方も載せておきますので、よろしければね、チェックしていただいて、このタイミングでね、ご購入いただけたらいいのかなと思います。ということでこの動画参考になりましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではではミッチーでした。バイバイ。You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm